フォーチャンネル。昨日の交流会で皆様からいただきました。本当にありがとうございます。マジ感謝。食料確保ですね。暑かったけどチョコ大丈夫かな。はい、というわけで完成。ちょっと玄米に吸って水っぽくなっちゃった。うん、水っぽい。部屋が狭い。はい、これ開けないとな。4のアカウントで初めての案件です。頑張ります。皆様のお土産シリーズ、まずは北海道メロン行ってみようかなと。そうですね、北海道メロン、読めない。なにこれ、バムクーヘンじゃん。いただきます。うまっ。実はメロン嫌いなんですよ。でもうまい。はい、じゃあ今日は結局一日引きこもってたんですけど、とりあえず明日、ハローワークとか行って失業保険とかの関係のなんか行こうと思うんで、今日は早めに寝ようと思います。というわけでおやすみなさい。フォーチャンネル。おはようございます。今日はほとんど一日雨みたいなんで、ちょっと予定変えてまた引きこもります。雨降ってんのにそんなに無理に外に行く必要もないと思うんで。失業保険の申請をしてきました。失業保険の申請終わった。というわけで、ちょっとまた移動します。20分後に歯医者行く感じになったんですけど、20分じゃどこでも時間潰せないな。とりあえずスタバ行こう。たまには贅沢して。スタバ、チャンネル登録1000人行った時にギフトでもらったやつ。ゆうがみさんありがとう。というわけで行ったっきゃー。ハローワークの申請は無事に終わり。なんか思ったより面倒くさくなかったですね。あんま、うまい。到着。バイクチャンネル用の、サブ端末楽天ハンド買いました。ナビ用の端末も手に入ったんで、今日はこれで帰ります。帰ってきました。でね、これ今、まあ、ちょっとね反射して部屋汚いの丸分かりなんですけど、商品の紹介の案件をいただきまして今撮影中です。乾燥してる間にちょっと出かけます。夜のイタリア街へ到着。
こう溜まり場になりやすいんで早めに撤収しようと思います。タンクのロゴ剥がしました。これでよりシンプルになったかな。はい、そしてこれから帰ります。帰ってきました。日付変わっちゃった。結局一眼レフ欲しいなって思った。写真撮影してたんですけど物足りん。 iPhone じゃミニマリストだから下手に物増やすのもどうかなと思うし、一眼高いし使える用途限られるし、とりあえずご飯作って食べます。お腹空いて死にそう。バイクで外出てたらさ絶対ラーメン食べるじゃん。よう我慢したなって思う。えらい。卵がですねこびりつく現象、あ入れすぎた、卵こびりつく現象が改善できまして、まあこれ片手鍋なんですけど、このねまあフライパンと仮定しましょう。このフライパンにまず油を敷いたらがっつり強火でグワーッとやるんですよ。煙が出る直前ぐらいまで、まあその直前がわからないんで私は煙を出すんですけど、そしたら火を止めます。鉄ってこの細かい穴がいっぱいあるんですよ、見えないけど。でそこに油を敷いて熱することでそこのまあ穴みたいなところを埋めてくれるんですね。これで卵がこびりつかなくなるんですけど、今めちゃくちゃ熱した状態なんで、ここで肉とか、ね、卵とか放り込むと、まあ、特にね解凍した肉とか放り込むと大爆発するんですよ。なんでこれで一旦冷ますと、冷ました後はその鉄の穴みたいなところにちゃんと油がこう染み渡ってるんで、卵を焼いてもこびりつかない、肉焼いてもこびりつかないという感じになります。それをねこの後実証していきたいと思います。この情報は脇毛マリアナ海溝野村の日常さんから教えていただいて解決しました。大体完成。ここで伊達の馬塩を入れる。はい、というわけで完成。いただきます。背景がねすごい賑やかなんですけど、あふっ、うまっ。はい、というわけで撮影もなんとか終わったんで今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。フォーチャンネル出るかな。さすがにここまでの風が、あれ待って、いきなり夜だぞこれ。夜二人目違う。あっ、異なるキャリアとの出会いの地や、カットされた。週末最大3KDDI。いや、まだわからない、まだわからない。発生から3日目を迎えた昨日朝。おはようございます。お腹すいたんでとりあえずご飯から。仙台のお土産編、完熟牛タンデミグラスソース煮込み。仙台の缶詰毎回クオリティがえぐいですね。というわけでいただきます。サイズ感おかしいでしょ。の。なんかずっと寝てました。交流会のお土産シリーズ、甲州レーズン。昔は本当にレーズンダメだったんですけど、最近は克服できました。というわけでいただきます。うまい。同じやつ。ご飯ちょっとブロッコリー多め。いただきます。うまっ。動画編集もいい感じなんで今日はもう寝ます。おやすみなさい。フォーチャンネル、おはようございます。今日は水曜日、まだ寝て2度寝かまして3度寝かましてまだ眠いです。はい、今シート動画の編集をやってるんですけど、とりあえずそろそろなんか動こう。したらちょっと出かけます。家に引きこもってるとね寝ちゃいそうなんで行ってみます。あとよろしく。今日も雨降るみたいなんで一応折りたたみ傘持ってとりあえずスタバへ行ってくようと思います。モーレギフト使いました。ありがとうございます。
てくれ。やっと動画できました。動画もいい感じで編集できたんで帰ります。はい、というわけで帰ってきました。ちょっとこれからチャリでぐるぐるしていきたいと思います。やっぱね、疲れないと夜寝れないんで、というわけでもう一回行ってきます。あとよろしく。はい、東京駅まで来ました。まだまだ行きます。今日はいい汗がかけそうです。今ちょっと見えなくなっちゃったんですけど、東京タワーがあるところまで来ました。糖分補給、コーラが飲みたいわけじゃないですよ。いろいろ走って疲れたんで、とりあえずラーメン食べきます。たまにはラーメン食べてもいいでしょう。全然映ってるはい、じゃあがっつり食べたんで、まだチャリで帰ります。もう一息です。とりあえずちょっと歩いてます。チャリ漕ぐの疲れた。フォーチャンネル、おはようございます。はい、帰ってきて今動画編集をやってます。ちょっと今から寝たら歯医者行くのに 100% 寝坊するんで、もうこのまま起きて予約の時間まで粘ります。あのスーパーフィッシュオイルって結構粒でかいんですよ。あの水とかで大量に飲むと、あの粒というかカプセルが浮き上がってきて窒息するんで、少量で飲むのが一番いいかなと思います。知らんけど。よし、したら今から病院と歯医者となんかいろいろ行ってきます。はい、サクッと病院行って歯医者行って戻る予定が、病院でものすごい時間取られたんで、今から歯医者行くんですけど、もう結構火出ちゃってるから焼けないように頑張ります。はい、というわけで帰ってきました。エアコンつけっぱだった。さて、帰りにスーパーで焼きそばを見つけて超うまそうだったんで買ってきました。いただきます。これ絶対うまいでしょ。うん、寝よう。さ、6時間後に起こして。うせ。完成しました。ちょっと今回はごま油入れてみました。ちょっとだけね。それでいただきますね。簡単なのにね、めちゃくちゃうまいんですよこれ本当にミトちゃんチョコナット、どうやって開けるんだろう。随分こう変わったね、あのチョコでございますわね。納豆が嫌いな人でも食べれるチョコをなんか作ったとか。意外と癖になる。だらだら電話してたんですけど、もうそろ寝ます。じゃあおやすみなさい。おはようございます。今日は金曜日、起きよう、寝み。とりあえず洗い物 OK。 購入品紹介、 SD カードリーダー、あの今まで使ってたやつなくしたんですよね。で、スマホホルダーがこれで、バイクと自転車用のナビの楽天ハンド、あと自転車のドリンクホルダー、夏に向けてね、もう夏か。最近買ったのはこれ、あと自転車のカバーですね。視聴者様からの天ギフで、はい、買わせていただきました。ありがとうございます。ここにつけた、こんな感じ、この走行券高額コーラだけ。よいしょ。はい、到着。行ってね。
やっと買えたぜこの野郎。ようやくね、BCOM6 を買い直すことができました。何キロぐらい？20キロぐらい走ったのかな。とりあえずあのやっとね、やっとバイクのインカムが手に入ったんで、これでね、あのバイクの動画も快適に撮影できるし、快適なツーリングできるんで、とりあえずヘルメットつけようと思うんですけど。生姜焼き、いただきます。ついでにシャワーも浴びてきました。うん。というわけで、今日は寝ます。おやすみなさい。入居して初めて G が出た。で、出るなら出てこい。そこにいるのは分かってんだよ。分かったよ。話をしよう。武器は置く。だからお前も顔見せてくれないか。この段ボールを少し動かす。お前は左から出てこい。そうすればそのまま逃がしてやる。おとなしく出てくればこうはならなかった。お前はもう生きては帰れない。ミニマリストの歌丸の力。戦いには勝ちました。しかし朝が来ました。1時間半格闘してやっと。いや全然 G とか怖くないですけど、正直ビビってないし、ただ元々あった段ボールのところになかったんですけど、誤算だったんですけど、なんか10分ぐらいずっとその段ボール周辺をね、怪しんで借りましたんですけど、移動しましたね。で、とりあえず友達にこちらの方、G が出たって連絡来たんですけど、やばいんですかね、案の定、自宅についてません。それで、寝ます、おやすみなさい。もう今度こそ寝るから。4チャンネル。おはようございます。今日は土曜日かな。ちょっと寝たんですけど、結局あんまり寝つけずでした。己の無力さを知りました。力が欲しいと感じて Amazon で購入しました。そう、力は Amazon に売ってます。変な時間に寝たで眠い。まくっちゃう。石巻の海苔乗っけて完成。いただきます。アマゾンから荷物が届きました。そう、実家に戻ってきてます。なんか今日髪すげーパッツンなんですよね。今ちょっと実家に来てまして、バイクの、部品をちょっと取り来たりだとか、まあそんなもろもろちょっとしたことをねやりに来ました。これからちょっと友人の宅へ移動します。アクセラ快適やね。撮ってるの？撮ってる。まあ後で買ってる。まあアクセラもう9年目だけどね。オイル買ったぜ。安全運転でお願いします先生。いいです。お願いします。オイル3,990円、たっけ。4リッター税込み？それ税込み。オイル変えられる。結構しばらくサボってたからね。というわけで友人宅でこれからバイクのオイル交換をします。これさ、いつドレンボルトが起こってくるか分かんないからさ、怖いよね。来た。やべえだろ、色いつから変えてるんだこれ。レッドフォルスーパーモト。じゃあ洗車します。ちょっとお世話になります。今日はねワックスやコーティング落とさない。シュワラスター。カーシャンプー、シュワラスターなんだそれ。へえ。あ、ゆこさんね、今綺麗にしてあげるからね。お願いします。はい、綺麗に、ほら綺麗になった。だしね。あとね、このねパッドのすぐ後ろとかかな。あ、そう。それのねこっち側、こっち面だね。切ったね、チェーンだな。メンテナンスのお手伝いありがとうございました。これからラーメンをおごらせていただきます。ここ時給安いね、600円ぐらい。トッピングもおかわりもいいぞ。当たり前だよな。でも良くないこのブーツ。これ良くない。
2万3000から6000ぐらい。それはいいやつだからでしょ。2万2000円でバイクブーツでさ、うん、で2万数千円払ってコンバースみたいな。いないと思ったんだ。いないと友達と話したんですよ。わざわざ2万3000円払ってさ、限定でもないコンバースのやつを買うやついるの。白と黒じゃなくてもコンバース。うるせえ。本当だね。トイレはあちらです。あれ、あ、これだろ。つかマジで綺麗だな。 iPhone だとあんま伝わらんけど。